皆さんこんにちは。内親王としての佳子さま、佳子さまが結婚できないことや結婚相手の噂について紹介します。まずは佳子さまの経歴とプロフィールから紹介します。佳子さまは1994年12月29日に生まれ、日本の皇族です。御位は内親王で、敬称は殿下です。御印は優奈で、勲章は宝冠大綬章です。彼女は第126代徳仁天皇の姪であり、第125代明仁天皇の孫です。また金城天皇の弟で、皇位継承順位第1位である秋篠宮文仁親王の次女でもあります。さらに皇位継承順位第2位の悠仁親王の姉でもあります。現在天皇の血を引く親王、内親王、女王は合計8名います。その中で父である秋篠宮は皇嗣としての立場から自由に動けず、常陸宮は高齢です。愛子内親王は成人したばかりであり、悠仁親王はまだ未成年です。また女王3人は金城天皇とは六親等もの血縁が離れています。そのため佳子内親王は2014年12月に成年皇族となって以来、宮中行事に参列するほか公務にも携わっています。例えば少年の主張全国大会や全国高校生手話パフォーマンス甲子園、全日本高等学校馬術競技大会などへの出席が恒例となっており、外国への公式訪問も経験しています。最近では主要な皇族として非常に多くの公務を担っています。令和の皇室は本来の姿を取り戻しつつありますが、秋篠宮家については最近様々な噂が飛び交っています。数年前小室圭さんとの結婚で世間を騒がせた眞子さまに続き、佳子さまの結婚に向けた活動が活発になっているとの噂が広がっています。ここでは佳子さまの結婚に関する最新の噂とその背景について詳しく見ていきます。最近の報道によると、佳子さまが参加された名門島塚の私的な会合が注目されています。島塚は代々薩摩の地を治めてきた家系であり、佳子さまのお相手候補としてその末裔が最有力視されています。このような背景から婚活ムードが高まっているとの報道が相次いでいます。宮内庁の見解については、具体的な詳細は不明ですが、報道自体に対しては冷静に受け止められている印象です。佳子さまが昨年12月に29歳を迎えられた際、宮内庁内では2024年には佳子さまの結婚に関する報道や婚約そのものがあるかもしれないとの声が聞かれました。昨年は秋篠宮邸が改修された後に佳子さまだけが新宮邸に移られず、一人暮らしをされていることが注目されました。宮内庁長官と秋篠宮家の最側近との間で意見の対立が報道される中、一人暮らしは結婚準備の一環とも見られていました。一方で岸田文雄首相のある対応が、佳子さまをはじめとする女性皇族が結婚しにくい状況を生んでいるとの指摘もあります。天皇陛下は以前、現在男性皇族の数が減り高齢化が進んでいること、女性皇族は結婚により皇籍を離脱することといった事情により、公的活動を担うことができる皇族は以前に比べ減少してきています。これは皇室の将来とも関係する問題ですが、制度に関わる事項について私から言及することは控えたいと思いますと語られました。この発言に対し宮内庁関係者は、お言葉の言及することは控えたいという部分が付け足しに過ぎないと感じられるほど国会の議論が進まないことに陛下はお悩みになられているようですと述べています。英国ご訪問直前の会見で皇室の将来とも関係する問題と再び述べられたことからも陛下の悩みが伝わってきました。愛子さまをはじめ佳子さまや女性皇族の将来が決まらないという現状に対し、もどかしいお気持ちでいらっしゃるはずです。日本もイギリスやデンマークなどの王室を見習い、配偶者を皇族として迎える時期ではないでしょうか。1000年以上前の日本にも女性天皇が存在したことから、前例に倣って女性でも天皇になれるよう法律を改正する必要があります。皇室と政府は男系云々よりも国民に慕われる天皇の誕生を最優先事項とし、
愛子さまがいらっしゃるという事実を認識すべきです。こうした声や早く決めないことで多くの女性皇族がその後の人生を決められないという状況が続いています。世論を踏まえて速やかに議論が展開されることを願います。愛子さまが4月初めにご結婚について文書で、両親のようにお互いを思いやれる関係性は素敵だなと感じます、一つ一つの出会いを大切にしていきたいと回答されたことで、5年前の佳子さまの素っ気ない対応とのコントラストが浮き彫りになりました。佳子さまは姉の眞子さまの結婚を客観的に捉え、ご自身の結婚についても世間から認められる形にしたいとの考えが芽生え始めているようです。宮内庁関係者は、佳子さまは先の文書回答で姉の一個人としての希望が叶う形にと眞子さんの結婚にエールを送られていました。しかし皇室の正式な儀式を経ずに出ていったことで、眞子さんは天皇陛下のお心まで煩わせてしまい、未だに国民から批判的な目で見られている眞子さまの結婚をご覧になりつつ、ご自身の思いは貫くとしても、せめて世間からは認められる結婚にしなければといったお考えが佳子さまには少しずつ芽生え始めておられるようですと述べています。6月23日に会期末を迎えた今国会では、皇族数を確保する方策について議論が進んでいました。当初会期中に皇室典範の改正まで進むと見られていましたが、与野党の意見が平行線をたどったまま合意は見送りとなりました。皇室研究者の高森明天さんは、現状与野党間で合意に至らなかったのは、結婚後も皇室に残った女性皇族の夫と子供を皇族にするかという点です。家庭内で皇族と一般の国民が混在する異常さを解消し、速やかに問題を解決しなければなりませんが、今国会で合意に至らず、また先延ばしとなってしまいました。結婚を意識する年齢層にある方々にとっては、残酷な時間が過ぎることになってしまいますと懸念を表明しています。佳子さまが出席された金曜日会の主催者である三笠宮家の関係者は、三笠宮貴仁親王の息子である佳子さまより1歳年上の男性が結婚相手としてふさわしいとささやかれています。その方は学習院大学を卒業し、メガバンクに勤務しています。学生時代にはゴルフ部に所属し、現在も OB 会や同窓会で役職についており、母校と密に関わっていますと語ります。さらに関係者は、今年は霞会館の前身である華族会館が創立されてから150周年の節目で、6月には都内で大踊り寺的に祝賀会が催されます。これまで120年や130年そして140年の式典には佳子さまご夫妻が出席され、さらに140年の時には眞子さまご夫妻もお見えになりました。今回も皇室からご臨席を賜る予定です。ちなみに佳子さまのお相手に噂されるメガバンカーも当日は出席予定だそうで、再び注目が集まるのは必至でしょうと述べています。上皇后美智子さまは、佳子さまの状況を案じて、世の中にはこういう選択肢もあるのですよと冷静に状況を見るよう助言されたと伝えられています。上皇后さまは眞子さまの仕事ぶりを絶賛していましたが、眞子さまが不本意な形で皇室を離脱したことに大いに楽気もされ、佳子さまには同じ鉄を踏まないよう強く願われているのです。皇室制度に詳しい静岡福祉大学の竹内雄二名誉教授は、佳子さまが三笠宮家の会合に出席されたのは、旧家族との人脈づくりの側面もあるでしょう。旧家族の人たちも一般国民ですが、皇室との関係の近さから皇室をよく知っており理解もあります。そういった価値観の近さから皇族と結婚した人も多くいます。皇室からすれば霞会館はお相手と知り合える場の一つと言えますと述べています。佳子さまの結婚相手として噂されるメガバンカーは、学習院大学を卒業しメガバンクに勤務している男性です。学生時代にはゴルフ部に所属し、現在も OB 会や同窓会で役職に就いており、母校と密に関わっています。彼の Facebook には明るい表情の写真が掲載されており、明朗な人柄がうかがえます。
佳子さまの結婚に関する噂や報道は、皇室制度の在り方や女性皇族の将来についての重要な問題を提起しています。岸田内閣の対応の遅さが明らかになる中で、佳子さまが今後どのような決断をされるのか引き続き注目されることでしょう。彼女が一人の女性としての幸せをつかむことを願っています。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。